今回はコンビニなどでおなじみのサラダチキンスモークを作ります。ソミュール液作り、麺つゆ 100cc、 水 100cc、 塩 20g、 ウイスキー 50cc、 黒胡椒少々、以上を攪拌しながら弱火で煮立てます。で、沸騰して冷めたらソミュール液完成となります。塩漬けです。鶏胸肉を先ほどのソミュール液で1日漬け込みます。で、1日後です。塩抜きです。塩抜きは 0.5 時間ほど行います。塩抜き後は水気とぬめりを拭き取ります。このぬめりを拭き取ると、煙のりが良くなり色つやよく仕上がります。燻製工程です。70度 3,4 時間ほどいぶします。3時間後です。ムラなくいぶせました。で、燻製後は冷蔵庫で1日寝かせて完成です。おすすめの食べ方です。うなぎのタレがこれかなりうまいんで、よかったらお試しください。